皆さんこんにちは。自分らしく生きるをサポートの森の風サロン中島きみ子です。今日は10月の下旬に採れるもろこしにチャレンジしております。今朝は、土寄せをしておりますけれども、その前に、天然肥料の、土の守りを少し施しました。それでからこれから土寄せをして、さらに雑草で覆っていきたいと思っております。私は過去に、7月の下旬によくもろこしをまいておりました。すると10月の下旬から11月の初めに美味しく食べることができたので、その経験を生かしてやりましたけれども、今回8月の3日に、ポット巻きで巻きましたので、果たしてこれがどこまで成長するかを見たいと思います。収穫できるかは分かりませんけれども、一応成長の過程を見たいと思います。土寄せが終わりました。これから先日刈り取った草を、マルチとしてここに敷き詰めていきたいと思います。このように、もろこしともろこしの間に全部枯れ草を引いて草マルチにいたしました。そして冒頭で8月の3日に種をまいたと言いましたけれども、8月の2日に仕切りポットの中に種をまきました。そして芽が出たのが8月の6日です。そしてこの畑に植えましたのが8月の14日に植えてます。さてこれからどのようになりますでしょうか。これから秋になり寒くなりますので、成長の仕方はゆっくりです。そして一番心配しなければならないのは台風ですけれども、意外と倒れてもまた元にもろこしって戻る力があります。これから本当に実になるかは何とも言えませんけれども、こんなにギリギリでまいたのは私は初めてですので、この今年の陽気にもよりますので様子を見たいと思います。ご視聴ありがとうございました。そして、チャンネル登録、いいねボタンなど、またコメントもいただければとても励みになります。